クノッソス宮殿の王座の間ミーノースはギリシア神話に登場するクレータ島の王である。冥界の審判官の一人。長母院を省略してミノスとも表記される。ミーノースはクノッソスの塔を創設し、宮殿を築いて英華界を支配したとされる。ミノア文明という名称はミーノースに由来している。ヘロドトスやトゥーキューディデイスはミーノースを実在の人物と考え、 プルタルコスは、ミーノースの、コミーノタウロスを怪物ではなく将軍の一人だと、する解釈を示している。近年、クレータ島のクノスソス宮殿遺跡から、世界最古の玉座と共に古文書が見つかり、その碑文の中にミヌテ、ミヌロジャという名前があったことから、ミーノース王の実在を示すものではないかと言われている。ミーノースにまつわる神話は、諸説あるが、代表的なものを以下に示す。 ミーノースは、ゼウスとエウローペイの子である。エウローペイとオウシに身を変えた、ゼウスの逸話は、オウシ座にまつわる神話として知られる。ミーノースの兄弟には、ラダマンチュスとサル・ベイドーンがいる。エウローペイはクレータ王、アステリオスの妻となり、ミーノースは、アステリオスのもとで成人した。ミーノースは、ヘイリオスの娘、パーシパエイを妻とし、パーシパエイとの間に、カトレウス。 デウカリオーン、アンドロゲオース、アリアドネー、パイドラーラの子供を設けた。アステリオスが死んだ後、クレータ王の光景をめぐって、ミーノースは長子である自分が継ぐべきと主張し、ラダマンチュスは、法と秩序を守る立場からこれを支持した。しかし、サル、ペイドーンは納得せず、争いに敗れて小アジアに逃れ、ルキア王になったという。ミーノータウロス伝説の舞台となったクノッスス宮殿。 この時、ミーノースは、恩意継承の証として、お牛を海から送ってくれるように、ポセイドーンに祈り、そのお牛を生贄として捧げることを誓った。ポセイドーンはこれに応えて、ミーノースにお牛を送った。しかし、ミーノースは送られたお牛があまりに美しかったため、欲を出して別の牛を生贄とした。ポセイドーンは怒り、仕返しに、王妃。 パーシパエーがお牛に連情を抱くようにした。悩んだパーシパエーはダイダロスに相談し、木製の目牛のハリボテを製作してもらい、これを使ってお牛への思いを遂げた。やがてパーシパエーは子供を産んだが、その子供は人間の体に牛の頭が乗った怪物ミーノータウロスだった。ミーノースはダイダロスに命じて迷宮、ラビュリントスを作らせ、ミーノータウロスを閉じ込めた。 この頃、アンドロゲオースがパンアテーナイや祭りに優勝したところ、アテーナイ人の妬みを買って殺されるという事件が起こり、ミーノウスは兵を率いてメガラとアテーナイを攻めた。メガラはアテーナイをアイゲウスの兄弟、ニーソスが治めていたが、王女スキュラの裏切りでニーソスが殺されて落城し、アテーナイも飢饉と薬病に苦しめられて、ついに降伏した。アテーナイは賠償として、 毎年クレータに少年少女を7人ずつ見継ぐことを約束させられた。少年少女はミーノータウロスへの生贄であった。3回目の時、アテー内の英雄テイセウスが自ら名乗り出て、生贄になった。クレータに到着した生贄一行と、テイセウスだが、ミーノースの娘、アリアドネーがテイセウスに恋をする。テイセウスを死なせたくなかったアリアドネーは、ミーノータウロスが閉じ込めてあ そしてラビュリントスの入り口にいるアリアドネーが魔法の毛糸の端を持ち、テイセウスにもう片橋端を持たせた。ミーノ・タウロスを隠し持っていた探検で見事倒したテイセウスは魔法の毛糸をたぐり寄せ、アリアドネーが待っているラビュリントスの入り口までたどり着くことができた。ギュスターブ・ドレによるミーノース。ミーノースはアリアドネーに知恵を授けたダイダロスを罰してラビュリントスに遊兵した。 一説には幽閉したのは高い塔であったとも言う。ダイダロスは鳥の羽を牢で固めた翼を身につけて空を飛ぶことに成功し脱出してシチリアに逃れた。この時、共に脱出したダイダロスの息子イーカロスは太陽に近づきすぎて牢が溶けて追死した。ミーノースはシチリアまで追跡したが、高カロス王の娘たちがダイダロスをかばい。 ミーノースは入浴中に熱湯を浴びせられて死んだ。死後、ミーノースは、ダンテの新曲では地獄編に登場し、冥府の裁判官として、地獄の入り口で死者の行くべき地獄を割り当てている。ありがとうございます。